はい、今 C クラスのレーザーセーフティパッケージで、前の車を、ミリ波レーダーでロックオンしてクルーズコントロールしてますね。で、ここはちょうど今70キロ制限区間ですから、設定速度も70、前の車も70で走ってると思います。で、今自動運転のこう一歩手前の、高度運転支援、前後の加速減速が自動化され、さらにステアリングで、カメラで白線を読みながら、ある程度こう車線を維持するもの、横方向の制御が自動化されると、前後の縦と横合わせてレベル1に2段階になってるんですね。ですからこの車はレベル2と言えます。レベル2といっても非常に高度なレベル2と、プリミティブなレベル2がありますけども、今市販されている車の中では、このステアリングはかなり、しっかり白線の中を見ながら、車線逸脱防止と、車線をガイドするトレースする機能がありますね。で、これは実はR79 という国連基準の中にある自動操舵の法律があって、これが2017年度ぐらいから段階的に規制が緩和してきてるんですね。で、今ウインカーレバーを使うと、右後ろに車がいないなっていうのを確認するとですね、自動的に車線変更をするんですね。で、この機能を持った車を、その R79 では自動車線変更まで認めるんですけども、この辺のステアリングの動かし方が2019年度になると初めて、手を離してもいいぐらいの、ハンズオフしてもいいぐらいの自動操舵機能があるんですね。で、それをもって、自動操舵、レベル2がかなり高度化するんですけども、でも依然としてドライバーは前を見て運転しなければいけないので、前方監視義務があるわけです。で、ここまでは高度なレベル2であっても、自動運転とは呼べないんですね。ドライバーが前をしっかり見て安全運転に対する責任を持ってなければいけないんですね。で、その次のレベル3と言われるものはどういうものかというと、前後左右が今自動化された高度のレベル2があるのならば、ドライバーは前を見なくてもいいじゃないかというところが、いわゆるシステムに任せて運転する領域をレベル3と呼びます。ただレベル3は、条件が厳しくなったりすると、設定された運行条件、難しい言葉ですけども、走行条件が、このシステムから合わなくなった時に、ドライバーに、運転を戻すんですね。その時に、急に戻されても人間は対応できないですから、何秒ぐらい手前で戻せばいいかってことを、よく議論はしているんですね。で、いずれにしても、その走行条件から逸脱した時に、人が運転することになりますから、運転の権限委譲されるわけですね。その人が運転したり、システムが運転したり、行ったり来たりすることを、レベル3と言います。レベル4になると、そこに人間が介入しないで済みますから、システムが ODD から外れて、いわゆる運行条件から外れて、条件が合わなくなっても、人に運転を戻さずに、機械の中で、システムの中で完結していくというのが、レベル4なんですね。ですから現在の段階は、レベル2の高度化から、2020年ぐらいにレベル3に行けるかどうかの、瀬戸際のところで、いろいろ技術とか、あるいは法律、あるいは社会需要性の議論が行われてきたところです。さて、レベル3になると一番問題なのは、ジュネーブ条約で縛られてきているわけですから、運転の条件は、人が責任を持って運転することっていうのがジュネーブ条約で規定されていて、日本はこのジュネーブ条約を批准している国なので、システムが運転する瞬間に運転手が運転しなくなるじゃないかということで、どういうふうにジュネーブ条約を解釈すればいいのかというのが大きな課題なんですが、ただ自動運転の世界に行かないとですね、なかなか事故が減らないというのもありますから、このレベル3をどういうふうに実現していくのかというのが一つの重要なポイントで。で、ドイツのメーカー、あるいは日本のいくつかの自動車メーカーも、渋滞のみ、高速道路で渋滞のみ、レベル3の初歩的なレベル3ですね、
例えば時速30キロ以下とか時速40、50キロ以下に限って高速道路の渋滞はレベル3を可能にする。その時にレベル3っていうのはドライバーではなくてシステムが責任を持って運転しますから、ドライバーは前方を監視しなくてもいいんですね。そうすると、まあ、足もアクセルブレーキも踏まない、手も離せる、目も離せる、まあ、フットオフ、ハンズオフ、アイズオフっていうことがまあ可能になってくるんですけども、まあ、そこで問題なのはドライバーが前を見なくていいよって言った時にやっぱりスマートフォン見たくなったり、ちょっとしたモニターで野球中継見たくなったり、まあ、いわゆる運転以外の他の作業をしたくなるんですね。まあ、セカンダリータスクと言いますけども、じゃあこれをどこまで認めるかというのが実は免許制度を所管する警察庁の道路交通法の法律の中でそこを決めとかなければいけないんですね。今道交法ではドライバーが運転中に他のことをやってはいけません。しかし運転が今度システムになっている時に運転中ではないですから、じゃあドライバーはスマートフォンぐらい見てもいいんじゃないか、まあ、そこの議論がずっとあったんですけども、まあ、ついにここ数日前にですね、まあ、警察庁の委員会の中で、まあ、かなりこれは日本の自動車工業界の自動運転チームがロビーイングして頑張った結果だと思いますけども、ついに警察庁がレベル3になったら、まあ、いくつかの付帯条件はありますけども、まあ、ドライバーがスマートフォンを見てもいいようなあのシステムを、まあ、あの開発しましょうと。そうであれば警察庁としても道交法で、スマートフォンを見たり、まあ、あのタブレット見たり、あるいはちょっと映画を見たりしても道交法上 OK にしますよっていう案を出してるんですね。ですからかなりそこは進んだなという気がします。さてこの車今レベル2の段階で走ってますけども、右手の親指だけで、運転機能に関わるスイッチが全部いじれますね。ワンクリックでもう一発でレーンキープから前後のクルーズコントロール、いきなりレベル2まで上がれますね。スイッチをいくつか操作するのではなくて右手の親指でロータリースイッチを一発クリックするだけでレベル2の状態にレベル0から上がることができます。で今まだレベル2ですからハンズオフ、ハンドルから手を離してしまうとアラームが出るんですけども、このアラームが出たということはドライバーがハンドルから手を離してはいけないという前提に立ってアラームが出るんですね。でその時に、何回かアラームが出てもドライバーがそれを気づかずあるいは無視してずっとハンドルから手を離していたらどうなるかというとシステムが自動的に緊急停止しますということで止まってしまいます。ですからまあドライバーが何をしているかということをモニタリングすることが一つの重要な手がかりになるんですけども、今はこのステアリングホイールのこのトルクセンサーでドライバーがハンドルを握っているかどうかというのをシステムが見てるんですね。でやがてそれは今度モニターとかカメラでドライバーが脇見運転してるんじゃないかとか、あるいはデッドマンといって走行中に重要な病気の疾患で意識を失ってしまったり、あるいは亡くなってしまったりすることをモニタリングして、もしそうであればドライバーが本来の機能を果たせないような状態に陥ってしまったらシステムが自動で止まる、そういうところまでもう技術は準備されているんですね。ということで今回警察庁がレベル3に限って言えばドライバーは他のことも多少はしていいよということを認める素案を出したということはかなり日本の警察は一歩も二歩も大きく前進したなという感じがしますね。ドイツも同じようにそのぐらいの考え方を今議論している最中ですから、日本とヨーロッパの間で、道路交通法に関わるところで言えばレベル3を容認し、レベル3であればドライバーは多少他のことをしてもいいよと。しかし、他のそのドライバーをモニタリングするシステムとか、いくつかの技術開発をしっかりしておくということが条件になるんですね。でそちらの方は今度保安基準の方になるので、道交法と保安基準がセットで、レベル3を実現する、法律の体系が、ルールの、
制度が決まってくる、まあ、そんな状態だと思います。